はい、皆さんこんにちは、キックスラップのシンです。本日はナイキエアジョーダン1ローエアディオールの詳細レビューの動画となっております。もうすでにね、ここにあるんですけれども、実はこのエアディオール、皆さんご存知のフルレス様よりお送りいただきました。せっかくなので余すことなくしっかりとレビューをして動画に残していきたいと思います。それではレビュー動画どうぞ。はい、それではね、近いところで見ていきたいと思います。もうね、思わず手洗ってきちゃいましたね。はい、では行きましょう。さあ、まず注目はこちらのスーシュですね。ディオールのロゴがしっかりと配置されていて、こちらは生地になっておりますね。すげーなー。で、今回ですね、ちょっとステッチの部分に僕注目しまして、こう分かりますかね、まあ、通常のエアジョーダン1でももちろん精密な、ね、ステッチがされているんですけれど、今回のこのステッチの精密さ、これものすごくないですかね。で、今回のこのエアディオールのステッチ、まあ、この製作というか製造段階において、この縫い付けっていうのがディオールの職人さん方がこう一つ一つ縫っていったっていう話を聞きました。すごいですよ、もうこの辺とかバチッと寸分の狂いなくて、このことですよね。とっても細かいです。もうここまで細かいと、もう本当にステッチ自体がもう模様に見えるみたいな、ステッチですら美しく思えてしまいますね。トゥーの部分とかもね、このキワキワの部分、もちろん通常のエアジョーダン1もとても綺麗なんですけれど、それとはまたね、別格の美しさをちょっと感じてしまいました。で、ちょっと今回僕が気になったのがこちらの革の切れ端の部分、見ていただけると分かると思うんですが、かなりね、使われているレザーが分厚い。で、分厚いとはいえども、触った感じかなりしっとりしていて柔らかいレザー、もう上質ですね。グレードが違うなっていうのがちょっと分かりますね。もちろん通常のエアジョーダン1も上質なレザーは使われてますが、これはまた別格、比べ物にならないっていう感じでしょうかね。そして終端なんですけれども、こちらにはエアディオールとしっかりとロゴが配置されていて、よく見るとこの終端の部分、ディオールのね、しっかりとテキストが入っております。芸術レベルですよね、ここまで来ると。はい、そして中の方に移りますが、インソールに、こちらが左足になるんですけれども、左足にはディオールと入ってます。このように世界8500足、今回展開がありました。今回ちょっと事情がありまして、分子の方はお見せできませんが、分母のこの8500、シリアルナンバーの方はね、しっかりとこう内側にね入ってます。めちゃめちゃ特別感がある、すごいな。はい、でアウトソールです。左足には、今回のですね、エアディオールとしっかりと入っております。もうクリアソールの透明度が高すぎてめちゃめちゃくっきり見えるんですよね。このウイングロゴがすごく綺麗。はい、でアウトソールのロゴに関して、あとインソールのプリントに関して、これ左右ね違います。こちら右足ですが、右足にはジャンプマン、そしてアウトソールにはこちらディオールと大きく入っております。先ほども言いましたが、クリアソールめちゃめちゃ綺麗で、透明度がものすごく高いので文字がねくっきり見えています。いや、素晴らしい。それではね、付属品の方行ってみたいと思います。それでは付属品を紹介していきたいと思います。まずはこちらのシューズボックスからですね。前面が布張りになっていまして、ボックスの上の部分には堂々とウイングロゴでエアディオールの文字、全体的にシンプルに作られていて気品があふれるような作りになっております。では中の方見ていきたいと思います。ただこのボックス一つ特徴がありまして、こちら聞こえますかね、マグネット式になっています。で、このマグネットもかなりしっかりしたマグネットを使ってますんで、
ちょっとやそっとじゃ開かないような作りになってますね。では中の方を見ていきましょう。じゃん。まずは包まれている用紙からですね。こちらにも小さな文字でディオールと書かれております。早速中から2つ袋が出てきました。こちらですね、シューズを入れる袋になっているんですけれども、2つ入っておりまして、片足ずつ入れられるようになっているみたいです。そして小さな小袋が3つ出てきました。1つずつね、中を出して見てみましょう。まずはこちらから。もうね、中身わかるとは思うんですが、このようにシューレースがね付属されています。デフォルトのシューレースがグレーに対して、こちらはホワイトのシューレース。そしてチップもですね、しっかりとシルバーが施されております。それでは2つ目のチャームはこのようなウイングロゴのチャーム。かなりキラキラしています。ちょっと光の加減かもしれないのですが、ガンメタチックにちょっと黒光りしているように見えるかもしれないんですが、こちらシルバーのメッキがしっかりと施されておりまして、かなりツヤがある仕上がりになってますね。3つ目はこちら、ジャンプマンですね。こちらもちょっと黒く光って見えますが、先ほどのウィングロゴ同様シルバーのメッキが施されております。この光り方の高級感がすごいですね。はい、そして最後にこちらですね、インソールになっております。ディオールの文字が片押しされたレザーがね貼り付けてあって、通常の AJ1 と違う点がこちらの土台になっている素材ですね。通常の AJ1 はウレタン素材が使われていると思うんですが、こちらはゴムのような素材が使われております。もしねこの辺にお詳しい方いたらコメント欄の方で教えてください。かなりプニプニしていて、ウレタンよりもしっかりしている印象です。これが右足と左足2枚入っておりました。以上が付属品となります。はい、ということでいかがでしたでしょうか。いや本当に一つ一つの作りがめちゃくちゃ細かいですよね。すごく高級感あふれる作りとなっております。以上がレビューでした。さてここで少し話は変わるんですけれども、エアディオールのリセール価格って皆さんご存知でしょうか。こちらの今回お送りいただいたエアディオール、サイズが 27.5cm になるんですけれども、モノカブさんで 27.5cm、 ちょっと検索してみたところ、なんとですね60万円から70万円ぐらいを推移しているそうです。いやもうスニーカーの額じゃないよ。はい、今回のこちらのエアディオールに限ったことではないんですけれども、定価の何倍もの価格で買ったスニーカー、もちろん大切に履いてあげたいのもそうですし、今となってはスニーカーは資産ともなり得ます。そのスニーカー履くとなっても後のリセール価格のことを考えると、できるだけ消耗は抑えて履きたいですよね。そんな時、我らがキックスラップが誇る4つの商品をこれから紹介していきたいと思います。まずはじめにソールプラス、こちらは特殊な保護シートをアウトソールに貼り付けることでアウトソールのすり減りや汚れを防ぎます。またクリアソールの経年変化による黄ばみも予防する効果がありますので、こちらのエアディオールを履く人も、また観賞用にする人も貼り付けは必須だと思います。次にシューガード、こちらはトゥーアッパーに入りやすい履きじわを予防するアイテムとなっております。今回のエアディオール、ものすごい高級感にあふれてますので、かっこよく履くには綺麗に履くのが一番だと思うんですよね。まあ万が一僕が履けるんだとしたら、必ずシューガードは入れて履きます。
続きましてエアインソール、通気性の向上と履き心地の向上が期待できるんですが、今回のような定価の何倍もするようなスニーカー、こちらのインソールのプリントが剥げてしまっては悲しいですよね。なので必ずインソールは入れ替えて履くことをお勧めします。そして最後にウォータープルーフスプレー、もうこちらはもう説明は不要かと思います。どんなスニーカーでも下ろす時には必須ですよね。はい、ということで今回ですね、こちらのエアディオール、細かいところ見ていったんですけれども、どのパーツを一つ一つ見てもすごく作りが丁寧ですし、やっぱりこう実際ね触った感じでレザーの質の良さだったりとか刺繍の細かさだったりとかっていうのを感じることができました。でこういうのっていうのはやっぱりお店で並んでショーケース越しにこうやって見ただけではわからないことだったりするので、今回実際このように手に取って見れたのはとっても嬉しかったです。でまた付属品などに関してもチャームが入っていたり、またそのチャームを包むね小さな小包装だったりとか、あとは片足ずつ入るようなシューズの袋が入っていたりとか、とても満足感、あと高級感、特別感にあふれるモデルだったかなというふうに思います。いや、これは本当に実物が見れてよかったです。もうまさにこれがプレミアムスニーカー。はい、というわけで本日のレビュー動画、良かったよ、面白かったよという方は高評価ボタンのポチッ、そしてチャンネル登録と、お邪魔じゃなければベルマークの通知登録も一緒によろしくお願いいたします。これから続々出てくる最新プロダクトや新しい動画のいち早い情報が届きますので、ぜひねベルマークタップしていってください。また SNS や今回こちらのエアディオール送っていただいたフルレス様の URL すべて概要欄の方に貼り付けておきますので、ぜひ皆さんチェックと、よかったらねフォローも一緒によろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしたいと思います。キックスラップのシンでした。またね。いやーもうこれ、もう多分今後の人生でこんなに近い距離で見られることないので、しばらく眺めます。